セアト。セアト、シート SA は、スペイン・カタルーニャ州に本拠を持つ自動車会社。フォルクスワーゲングループの参加にある。社名は、ソジード・エスポニョーラ・デオートモビレス・デツーリスも、スペイン常用自動車会社を表す。1999年に正式社名が、シート SA となった。日本への正規輸入、販売は行われていない。1950年に、 時のフランコ政権下、政府の産業振興機関と銀行7行、イタリアのフィアットの出資下で国策自動車会社として創設された。フィアットと技術提携の下、1953年に中型車1400を発売。1963年発売の小型車600の成功により、スペインのモータリゼーションに貢献した。 以来1980年のフィアット撤収まで、いくつか独自車種があったものの、一貫してフィアットのモデルをライセンス生産し、スペイン最大の乗用車メーカーとしての地位を維持した。フィアット撤収の2年後、1982年にフォルクスワーゲン、VW と業務提携、1993年に完全公会社化された。1984年には、 ジョルジェット、ジュージアーロやポルシェ、カルマンの協力のもと、初代、イベーサを完成させる。日本には並行輸入車の業界団体、外国自動車輸入共同組合、ファイアが合計数百台輸した。1991年には、フォルクスワーゲンゴルフのプラットフォームを流用した初代、トレドが好評を得、ドイツ社の技術とラテンのセンスが融合したブランドとして認知された。 1990年代後半には、世界ラリー選手権にワークスチームとしてイビーサ、後に、コレドバで参戦したが、2000年に撤退して、以後は、ツーリングカー選手権の参戦に力を注ぐようになり、ヨーロッパツーリングカー選手権、イタックや、英国ツーリングカー選手権、b t c c そしてイタックから発展した、世界ツーリングカー選手権、WTGC に参戦した。 現在も TCR カテゴリーにマシンを供給している。パリダカルラディには初代トレドをベースとしたプロトタイプマシンやコルドバ WRC をディーゼル乾燥したマシンが過去にプライベーターの手によって T3 カテゴリーにエントリーした。この頃スペインでは内戦から復興しつつあり自動車産業を含めて重工業界が成長へ歩み始め セアトの競合企業として、ホッサルノー、バレエロスなどがあった。スペインは、フランコ総統の死去と、王政復古という時代の転換点に立つ一方で、高度経済成長を謳歌し、セアトも、競合他社、特に1976年からフィエスタを自国生産したフォードから、主囲の座を守るく、次々に、新型車を投入した。ただし、エンジンは、フィアットと、 すべてドイツではなく何種類かの現地生産エンジンの組み合わせで各社に搭載された。また、1975年には英国ブリティッシュレーランド BL と提携していたナバラ州のメーカー、アウスイ・オーシー社シを BL 鉄州と共に吸収合併。同社の生産拠点は後にフォルクスワーゲンが所得する。この年代にスペインは 先進工業国の仲間入りを果たすが、セアトは重要なパートナー、フィアットに撤収され、転機を迎えていた。日本メーカーと提携化、と憶測されたが、フォルクスワーゲン、VW は、スペインが属するイベリア半島を、西欧の戦略拠点と位置づけ、セアトに接近した。1982年に、VW は、セアトとの業務提携締結に成功。 4年後の1986年には株式の51%を所得して支配権を獲得した1993年にほぼ100%を所得完全子会社となった。1992年のバルセロナオリンピックとセビリア万国博覧会でスペインが国際的に先進国として認知された。セアとはフォルクスワーゲンの協力下で全ヨーロッパ、中南米。 アジア諸国等に輸出された。セアトは、当時のフォルクスワーゲングループ社長、フェルギナント・ピエヒのアルファロメオをライバルとする戦略のもと、スポーティブランドとして位置づけし直され、新しい CI を導入し、より躍動的かつ優雅なイメージを追求しているとしている。オートエモスヨンが評語。現在、セアトは、VW グループ全体の中で、アウディを中心とする。 アウディブランド部門に属することとなった。その一方で、それまで同じブランド部門のランボルギーニから、チーフデザイナー転籍、ルク・ドン・カーボルケ。セアト在籍は2005年から2011年も行われた。ロンダ、フーラ以降のセアトの社名は、スペイン各地の都市や名称から取っている。地名等を社名にする例は、少なくない等が、セアトが、 社名の対象としている地名は、スペイン国内のものに限定される。ただし、最近は、アルテア、アルテアやエクシオ、エクチオ、ミー、ミーのように、地名由来でない社名も存在する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。